アイテム番号 SCP-81JP J オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-81JP J およびその複製は保護紙で包み切り製の箱に入れた状態でサイト8181の鍵付きロッカーに保管します。研究は女性職員によってのみ行ってください。男性被験者の目視を伴う実験は対象 D クラス職員のみに限定します。説明 SCP-81JP J は日本のビール社の販売促進用ポスターです。青い水着を着用しビールを持ったスレンダーな女性が笑顔でビーチに立っている姿の写真が印刷されています。 SCP-81JP J またはその複製を目視した男性被験者はあらゆる女性の胸が豊かであると認識するようになります。この影響は被験者の暴露前の性的嗜好や目視した女性の実際の胸のサイズに関わらず発生します。被験者は対象の胸を服の上から目視した場合、直接目視した場合、直接触れた場合のすべてのケースで、実に豊満である、胸の感想を述べました。この影響は絵画やイラストにも発生します。影響は永続的であり、記憶処理で除去することはできません。なお女性は SCP-81JP J を目視しても影響を受けません。実験記録 81JP J01 日付2000対象 B1863 大きな胸の女性が好きと公言している。方法 SCP-81JP J に暴露させる。結果暴露前に比べて攻撃的な性格が薄れ交流中も笑顔でいることが多くなった。分析 B クラス職員のストレス軽減に役立つかもしれない。女性職員の反対がなければの話だが。実験記録 81JP J02 日付2000対象 B1872 性的嗜好に関するインタビューにノーマルだと回答。方法SCP-81JP J の副社に暴露させる。結果暴露前に比べて陰鬱な表情が増え研究員に何かの嫌がらせかと述べた。分析 B クラス職員は性的嗜好のインタビューに対し虚偽の回答をすることが多い。被験者の選定は慎重に行うこと。事件記録 81JP J01 日付2000柚木博士が SCP-81JP J の複製をサイト8181の研究室前に張り出そうとしているところを東北研究助手が発見しました。男性職員の暴露前に SCP-81JP J の複製は回収され柚木博士は厳重注意に処されました。なぜそんなことをしたのか、大体理解はできますが、処分を覚悟してまですることだったのでしょうか、東北研究助手。あなたには一生わからないと思います、柚木博士。事件記録 81JP J02 日付2000。お前ら研究員が SCP-81JP J を無許可に持ち出し、自分自身を暴露させました。オマイラー研究員はサイト8181の食堂で成功だ俺はパラダイスに来たと叫びながら飛び跳ねているところを保安職員に取り押さえられました。オマイラー研究員は1ヶ月の停職処分とされ復帰後は男性職員のみで構成されるサイトやらないかへ転属となりました。なぜあれを一般公開しないんだ。あれはユートピア製造機だ。ウプヌシ研究員、私もそう思います。アノーマラスアイテムへの細分類を申請しておきます。オレラー博士。保留、応募、運営。却下、応募、アグネス。ポイ1、SCP-81JP。
J に暴露していることを確認する実験のために女性職員に参加要請をすることは禁止します。実験は写真でも可能です。必要なら心理カウンセラーを用意します。もちろん男性です。追記、暴露していないことを確認する実験もダメです。暴露していないことを確認する実験もダメなのです。コッの変態野郎が。ホイニ SCP-81JP。J が大規模に拡散した場合の影響調査のための実験は禁止します。また、たとえどのように実験目的を書き換えたとしても、そのような大規模な実験は承認されることはありません。だからもう申請しないでください。ゆずき博士、あなたは今のままで十分に魅力的です。